乱世の信長の道は俺が切り開く。なで切りだ信長、共に壊そう。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。年は任せろ。助かりました。まだ勝機はある。敵将討ち取ったり。わしの役目はここまでだ。老骨に鞭打って参るか。私が出ます。撫で切りだ。任せろ。勝利の矢を起草しようか。勝利の矢知ってください。私の獲物発見ね。へへ、オイラじゃ相手に不足か。敵将切り伏せた。ここが引き庭であろう。相手にならないな。皆さん、申し訳ありません。僕、あばめる者くん、命あってのものだねだってのは。許さないんだから。年は
何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。ここは引こうか、アルマイ。負けるわけにはいかない。いざ。くれな。決してくれ。敵に情けはかけぬ。私には荷が重すぎているのだ。僕で食いよ。ごめん、僕に倒されて。勝つべくして勝ったまでよ。乱世のこと、信長の道は俺が切り開く。撫で斬りだ、信長。共に壊そう。上級を祈願せる。敵に情けは避ける。耐えきれ。引かせてもらう。かなう相手ではなかったか。何人も止められぬと知る。
この勢いで叩き潰してくれる。失せるがいい。情けはかけぬ。敵将討ち取ったり。悔しいが、ここまでか。脆いな。槍のマタタが相手だ。不足はねえよな。まだ勝機はある。すべて壊し尽くそう。撃てるがいい。情けはかけぬ。セルがいい。何人も止められぬと知る。無礼な。ひねりつぶしてくれよ。情けはかけ。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。付き合いきれぬ。余は引くぞ。まだその守りを固めろ。敵を突き上がらせたか。任せておけ。一瞬よ、抗わない。失せるがいい。情けはかけぬ。もろいな。敵に情けはかけぬ。果たせないのね、私は。勘十郎信之、慎んでお相手しよう。敵将、切り伏せと。こうなっては引くしかない。森の矢を地層しようか。敵将、討ち取ったり。ここが引き庭であろう。勝つべくして勝ったまでよ。
すごい。長良川の旅、その亡き息吹咲き四季。信長様、俺のやり方。皆の者、兵を進め。消し飛ぶがいい。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に、桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。よし、感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。開門。本陣を置く前勝寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで突き落とは。打ち死に。消し飛ぶがいい。あれ、こんなところで打ち死に。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、お頼み申しましたぞ。打ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。煉瓦狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。吉本、覚悟。奇襲だ。皆の者、落ち着け。フォロワイ、信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝、水産。何、が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよ。あそこが敵本陣ってわけ。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ姫。敵が来たなら
迎え撃つのみだ。開門。吉本は連絡狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。信長様はぶちか。くそ、俺がいねえ間に食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又田様のお通りだ。又ざめ、ようやく戻ったか。役目は果たした。聞こう。潮時か、織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。信長様。遅い。いいから手を貸せ。待たせ、お前の力が必要だ。なんだってやってやるぜ。終わりのうつけ目、まだあがきおる。世に立てつく愚かさをその身で知るがよいわ。その程度か。そこか吉本。次から次へと。ここじゃさすがに厳しいか。まただ。権六を助けて引き上げさせる。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もう最悪よ。なんとかしのいだな。で、信長様からのこと捨てなんだが。なるほどな、承知した。なあ、これから撤収するぞ。他のとこにいる奴らにも伝えてくれ。とにかく兵を集めろってな。敗北条件変更。もはやうつけは風の前の塵に同じ。およ家康、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の規制を削ぐことができよう。奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなる。兄上、戦いたくはありませんか。吉本公の義理立てがまだ。義理に縛られ忍従の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。進むべき道は己で見定めるもの。行け家康、あとは好きにせよ。兄上、しばし時をください。織田は本陣を捨てて逃げ散ったが、うつけのあがきもここまでよな。開門。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。この信長こそが天下無双よ。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。
今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。聞くことは断じて許さぬ。まだ懲りぬ、さらに攻め立てよ。見つけ目に覇者の部位を見せつけるがよい。開門。援軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。後ろから織田勢が。飛ぶがいい。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。おもれ、まだあがく。いかに羽虫が騒ごうと、今川は微塵も動じぬわ。おじさまには指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのは徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康、腹をくくったようだな。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づかる引導を渡してくれるわ。この信長こそが天下無双よ。久しいな吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけ目が、己が無力に絶望し果てるがよい。俺ゲロ、よう誰と心得るか。さすがは吉本、その胆力並ではない。でも力を尽くさねばなるまい。戦況がひっくり返った。兄さんが諦めなかったから道が開けた。思わせてくれる。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて。目障りだ。あの人には驚かされてばかりね。壊してくれる。届けたわよ。最後に立っていたのは言っただろう。おお、不思議ね。東海の覇者今川義元は、家康を手に入れ三河の支配を盤石にすると、いよいよ上洛に向けて動き出す。都へ行くには信長のいる尾張を越える必要があったが、義元は圧倒的な兵力差で信長を一蹴できると考えていた。緊張感のない義元に対し、瀬名と家康は信長の底知れぬ強さを解き、警戒を促すのだった。桶狭間殲滅戦。家
康のおかげで三河も安泰。いよいよ終わり攻めの気が熟してきたの。ですわね、おじさま。とはいえ、織田信長もそれなりに力をつけてきた様子。ねえ、家康。ええ。我らがどれほど兵力を見せつけようと、織田は屈することも、座して滅びを待つこともないでしょう。ほう。尾張のうつけなどたやすく勝てると思うていたが、そちがそこまで申すなら気を引き締めねばならぬか。ならばよかろう。余が自ら陣頭に立ち、全力をもって織田の羽虫どもを踏み散らしてくれようぞ。まあ、なんて頼もしい。これはもう当家の圧勝間違いなしですわね。まずい、余計なことを言ってしまったか。いずれ天下の覇者たらん。ご意向、天下に知らしめましょうぞ。
尾張のうつけが相手と手加減無用ぞ。完膚なきまでに踏みつぶしてやれ。おじ様の怖さを思い知らせてやるのよ。でね、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておるか。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たる者、堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。田楽狭間に二打を運び入れよ。ありゃ今川勢の戦いか。よっしゃ奪ったれ。ずっと目が返り討ちにしてくれん。討ち死に。おお、完膚つかまつったり。他に勝とうなど少子、抑えた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがよ。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわん。みんな逃げるぞ。開門。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷うぞ。敵が引いた今が好機。全勝寺砦でも攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。やはり桶狭間山に敵が潜んでおった。狙いは奇襲であろう。早々に潰してくれるわ。し、今川勢に見つかったか。うなりゃ真っ向から切り込んでやるわ。勝家が動いた。私たちも行こう。心得申した。心得申した。吉本公とお見受けいたす。探す手間が省けたよ。この首叩いてくぞ。やめよ。この首うぬには釣り合わぬわ。たった不運を恨め。打ち死に。なんと素晴らしき戦果よ。私が余計なことを言ったせいで吉本公には微塵も油断がない。このままでは兄上が
されど今川の将として尽くさば徳川も安泰。この世は若、腹をくくられよ。だよな、どうなれや俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。急げ討ち死に。それまで！敵襲だ！急ぎ迎え撃て！敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者、かかれ！拙者が参ろう。おっ！な、敵襲だと。開門。ようやく終わりのうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。湧いた虫を踏みつぶし、苦戦している者を助けてやるがよ。何、こんなところにも敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。利家殿、織田に敵すること不本意ながら吉本公の義立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが、どうすんだ。今は寝返ることはできません。お相手願います。親しい相手と戦うのは辛いわよね。言い難い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。みんな遅れるな。手数通り動くんだ。敵兵の動きに乱れが見える。采配を振るう織田方の将、捨ておけぬ。意地を見せん。拙者に勝とうなど少子。力及ばずか。よらば斬るのみ。お相手いたす。采配を振るっていたのはあの者ら。速やかに討ち取るがよ。斬るか。刀の錆にしてやるわ。死を覚悟せい。斬るのみ。拙者に勝とうなど少子。なんと素晴らしき戦果よ。
ッサ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うツボだぞ。東西に広がった今が好機、全軍撃ってだよ。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。死を覚悟せい。マイル、これほどの兵を隠してとはもう、サムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。槍のまたさが相手だ。不足はねえよな。一瞬抗わないで。敵将討ち取ったり。引かせていただこう。意地を見せん。死を覚悟せい。拙者に勝とうなど少子。ここは引こうかあるまい。マイル、他に勝とうなど少子。よかろう。果たせないよ私。本気なら我らも本気で答えるのみ。押して参る。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。敵将討ち取ったり。悔しいがここまでか。ようしてのけた。切るのみ。勝とうなど少子。か
う相手ではなかったか。おお、やるではないか。へへ、オイラじゃ相手に不足か。ここからが勝負。拙者に勝とうなど少子。ブルはなんだか。うつけごときがいかに手を尽くそうとも余には勝てぬ。それが乱世の断り。もはや残された道はただ一つ。俺の手で吉本を撃つ。開門。よかろう。うつけめ、出てきおったか。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。どれ、余が直々に引導を渡してやろう。参ろう。心得申した。心得申した。この吉本に勝とうなど長子千万、余と云の力の差思い知るがよいわ。見てみろ、必ずお前を超え、乱世の断りを壊し尽くすと決めたのだ。列車が参ろう。意地を見せろ。死を覚悟せい。急所に噛まれたくなく気を抜かずさ。
よかろう。てめえ立てよ。気にしては上々の戦ぶりであったが、所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。
これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。これで終わりは我らのもの。都への道、一歩近づいたのう。ええ、おじさまが上洛なさる日も近うございますわね。とはいえ、美濃の斎藤、近江の浅井、六角、未だ道は険しいかと。バカね、斎藤義達なんて脅せばすぐに従うわよ。近江もそう。おじさまのため道を開けるに決まってるわ。ご上洛を果たしたらいよいよ。天下は覇者の降臨を待っておる。その期待に応えねばなるまいな。この先も大変なことになりそうだ。